ホセエンヘルベラス・ロメロは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1998年1月19日に、タンパベイデビルレイズと契約。ルーキー級、ガルフ・コーストリーグデビルレイズで5試合に登板し、1勝1敗、防御率6.75だった。1999年は、ルーキー級プリンストンデビルレイズで14試合に、 当番し、3勝5敗、防御率7.12だった。2000年は A 級チャールストンリバードックスで20試合に当番し、8勝8敗、防御率4.81だった。2001年は A 級ベーカーズフィールドブレイズで27試合に、当番し、9勝8敗、防御率4.53だった。2002年は A-9 ハドソンバレーレネゲーズと、 a 級ベイカーズフィールドでプレー。A プラス9では11試合に登板し、3勝4敗、防御率5.34だった。2003年は a 級オーランドレイズとトリプル a 級、ダーラムブルズでプレー。a a では27試合に登板し、6勝9敗、防御率3.45だった。2004年は a a モンゴメリービスケッツとトリプ a a 級ダーラムでプレー。 トリプル A 級では30試合に登板し、6勝5敗、防御率5.23だった。10月15日に FA となった。11月15日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2005年はトリプル A 級オクラホマレッドホークスで57試合に登板し、3勝5敗24セーブ、防御率3.79だった。10月15日に FA となった。 2005年11月27日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2006年6月18日にヤンキースとメジャー契約を結び、6月20日にトリプル A 級コロンバスクリッパーズへ移動した。8月4日にメジャーへ昇格し、8月5日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。5点ビハインドの7回裏から登板し、2回を無安だ。 無失点1死球に抑えた。シーズンでは12試合にすべてリリーフで登板し、0勝0敗1セーブ、防御率4.09だった。2007年4月1日に、右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、5月15日に60日間の故障者リストへ移動した。8月15日に故障者リストから外れたが、同日にトリプル A 級。 スクラントンウィルクスバリアンキースへ降格。登録枠が拡大された9月1日に再昇格した。この年は9試合の登板にとどまり、0勝0敗にセーブ、防御率5.79だった。2008年は、先発に転向したジョバ・チェンバレンに代わる、セットアッパーとして活躍。60試合に登板し、5勝3敗、防御率3.59だった。 2009年3月10日にヤンキースと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。開幕後は25試合に登板したが、6月16日にディエフェとなった。2009年6月24日に金銭トレードでクリーブランド・インディアンスへ移籍した。8月5日にディエフェとなり、8月11日にトリプル A 級コロンバスへ降格した。9月1日に再び。 インディアンスとメジャー契約を結んだ。この年は22試合に登板し、1勝2敗、防御率4.38だった。オフの12月12日にノンテンダー FA となった。2010年1月29日に、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。4月3日にマーリンズとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。開幕後は4試合連続で失点するなど結果を、 残せず、4月14日に DF となり、4月16日にトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼイファーズへ降格した。6月25日にマーリンズと再びメジャー契約を結んだ。この年は48試合に登板し、3勝3敗、防御率3.75だった。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2011年1月18日に、 ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。3月31日にパイレーツとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。この年は、自己最多の79試合に登板し、2勝4敗1、セーブ、防御率3.80だった。2011年12月12日に、ケイシー・マギーとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍。 2012年2月14日にブルワーズと1年契約に合意し、開幕ロースター入りした。この年は72試合に登板し、5勝4敗1、セーブ、防御率3.63だった。10月31日に40人枠から外れ、トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格し、11月1日に FA となった。2012年12月21日に、 年俸185万ドルと、出来高50万ドルの1年契約で、ヒューストンアストロズと契約した。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に、選出された。シーズンでは42試合に登板し、0勝4敗19セーブ、防御率2.93だった。二千十三年七月十九日に、 ダンディバスケスと後日発表選手とのトレードでデトロイト・タイガースに移籍した。この年は25試合に登板し、0勝1敗にセーブ、防御率3.20だった。オフの11月1日にタイガースは2014年のオプションを破棄し、FA となった。2013年12月27日にシカゴ・カブスと1年契約を結んだ。二千十四年は開幕ロースター入りしたが、 4月25日に左借金を痛め、翌26日に15日間の故障者リスト入りした。5月14日に復帰。復帰後は6試合に登板し、一敗したものの5試合は無失点に抑えていたが、6月3日にディフェとなった。2014年6月16日にフルスのアストロズとマイナー契約を結んだ。契約後はトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスで、 リリーフとして2試合に登板し、計2回を無失点に抑えた。6月26日にアストロズとメジャー契約を結んだ。アストロズ復帰後は34試合にリリーフ登板して防御率3.034勝を上げて無敗と好投を披露した。シーズン通算では46試合に登板し、7年連続で45試合以上に投げた。 防御率は実に5年ぶりに4.50を超えたが、一方で脱三振率は2年ぶりに9.0以上に戻し、まずまずのシーズンを送った。オフに FA となった。また11月7日に、日米野球2014の MLB 選抜に選出された。この時は FA だったが、アストロズのユニフォームで出場している。2015年2月10日にアトランタブレーブスと、 マイナー契約を結ぶが3月19日に解雇となる。5月18日にアストロズとマイナー契約を結ぶが7月30日に FA となる。オフにドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2016年6月20日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約。ありがとうございます。